今回はですね、まあ、フランス革命についてね、やっていきます。それじゃあね、まずね、フランス革命の前半行きましょう。ね。ですね、まずはね、どこから行くかっていうとね、旧制度の話からしていきましょうね。フランスはね、このアンシャンレジュームに悩んでるんですね。で、このアンシャンレジュームは、まあ、旧制度って言いますね。それじゃあですね、このアンシャンレジュームね、どこが問題なのかっていうところをしっかりまあ、分かってるといいわけですな。下のね、ポイントを見ていきますね。フランスはですね、まあ、第一身分、第二身分、第三身分に分かれてるんですね。で、それぞれの身分の代表が、まあ、三部会に集まってお話をするんですね。第一身分は聖職者で、第二身分は貴族で、まあ、第三身分は平民なんですけど、まあ、市民ね、でもいいんですけど、アンシャンレジュームって何が問題なのっていうと、第一身分ってね、まあ、聖職者ね、これね、全体の 0.5% しかいないんですね。で、貴族はね、1.5% しかいないんですよ。だから平民が 98% なんですね。めちゃくちゃ平民の数の割合が多いんです。で、まあそれだったらそれでいいんですけど、問題はね、このね、第一身分と第二身分ね、足すと 2% でしょ。で、2% の奴らがですね、フランスの土地の 40% を持ってるんですよ。これ持ちすぎだろって。ね。2% が、40% ね、全体のフランス国土の 40% の土地を持っているんです。しかもね、第一身分と第二身分は免税特権があるんですよ。彼らは税金払わないの。だからフランスっていうのは 60% からしかさ、税収がないんですよね。で、取られるのは第三身分だけで、これはね、めちゃくちゃしんどいですよね。第三身分の上にですね、第一身分と第二身分が、まあ、おぶさってる。ね。こんな感じなんですよ。第三身分はヘトヘト。まあ、これがアンシャンレジュームの問題点なんですね。で、この第三身分ね、まあ、労働者が多いですから、働きますよね。で、働くときに、半ズボン、まあ、7部かな。7部のズボンを履いてるので、彼らのことを、まあ、7部ズボンのことをね、まあ、3キロットって言うんですね。で、3キロットっていうと、まあ、市民を小馬鹿にした表現であるという感じで、市民はね、3キロットと呼ばれてたと覚えてください。でね、当時のね、貴族たちはね、ズボンを履かないですよね。彼らはスカート履いてますからね。なので、ズボンを履いてるイコール、まあ、肉体労働者だっていうね、当時の、まあ、そういうね、なんていうの、状況ですよ。さあ、それでね、このね、アンシャンレジュームを理解するとさ、まあ、フランスっていうのは相当いびつな国ですよね。で、これでね、まあ、何もなければいいんですけど、やっぱあるわけですよ、いろいろね。で、ちょっとね、戻っていくとさ、ルイね、13世の時に30年戦争に介入するでしょ。で、ルイ14世の時に、まあ、絶対王政の最盛期を迎えるわけです。まあ、ルイ14世は、ベルサイユ宮殿なんかをガンガン作るわけですよ。ね。で、この後、ルイ15世の時には、まあ、アメリカ独立戦争に、まあ、介入をしていくわけです。そうするとさ、これね、まあね、とにかくね、お金めっちゃ使うんですよ。まあ、ベルサイユ宮殿立派だしね。で、何にも増してね、やっぱしね、このアメリカ独立戦争に介入したのが痛いですよね。それでまたお金を使うわけです。もう、フランスっていうのは、まあ強かった時期だからこそなんでしょうけど、お金をガンガン使ってるんです。だからルイ16世の時になるとお金がないんですよ。なのでルイ16世の時に財政改革を実施しなきゃいけないんですね。で、ルイ16世のね、財政的な片腕ね、これがですね、テュル号とかネッケルがいますね。テュル号とネッケルは必ずね、就職号がついてますから、そこしっかり覚えます。テュル号ってきたらね、従農主義者っていうね、言葉が必ずくっついてますね。従農主義者、テュル号ですよ。従農主義って何かっていうとね、これケネが考えた人、ケネがね、考えたんですけど、勝手に農業やれと。ね、もう国が介入しないで勝手に民間に任せると。で、フランスは農業国ですから、とりあえず農業やれと。ね、勝手に農業やらして、勝手に、売買させると。そうやって国が介入しないで民間に任せっきり自由放任ですると経済っていうのは成長するよっていうね、話が従農主義ですね。まあ、あとでちょっとね、従農主義はやりましょう。とりあえず従農主義者ときたらテュル号になりますよね。
次、ネッケルはね、スイス生まれの銀行家っていうのが必ずくっついてますね。スイス生まれの銀行家ね。が来たらネッケルですね。このキュルゴーとかネッケルが、まあ中心となって財政改革をするわけです。簡単。ね。さっきも言いましたけど、フランスってアンシャンレジウムで、アンシャンレジウムどこが問題なのって書いたら、2% の第一身分と第二身分が、フランス全土の 40% の土地を持ってるのがダメなんですよね。この 40% が、無課税なんですよ。非課税なんですよね。税金かかってないの。だから、ここに税金をかけちゃえば、フランスの財政問題って一気に解決するでしょ。だから、この第一身分と第二身分に税金をかけようぜってことになります。で、これをですね、まあ、やるために三部会を開くんですね。で、三部会で第一身分、第二身分に税金かけていいですかって聞くわけですね。そうするとですね、まあ、第一身分とね、第二身分の中にも理解あるやつがいて、まあ、それはしょうがねえだろっていうやつもいることはいるんです。だけど、やっぱしね、圧倒的に取られたくないって考える人たちが多いのが普通ですよね。で、第一身分と第二身分は反対をするわけです。そうするとさ、三部会ってもともとちゃんとした会議じゃないよね。王の諮問機関として、まあ、通報で作られてるわけですよ。だから、評決っていうのね、議決の仕方がちょっと変わってるんだよね。第一身分だけで多数決取って、イエスかノーか決める。ね。第二身分だけで議決を取って、イエスかノーかで決める。第三身分だけで議決を取って、イエスかノーか決めるんですよ。で、これで3つ揃いますから、まあ2対1か1対2になるわけじゃないですか。まあもしくは3対0になるわけなので、これで、どっちか決めるわけですよ。そうすると、これ絶対さ、貴族とかさ、に有利になりますよね。だって第一身分は、税金嫌だって言って、税金取りませんってなるでしょ。第二身分も税金取りませんになって、第三身分は取るになるんですよ。2対1で必ず負けるんだよね。で、第三身分の奴らが、いや、それおかしいと。ね。身分ごとの議決じゃなくて、一人一票にしろって言うんですよ。一人一票にすると、第三身分の議員の方が多いですから、人数的にはね。なので、一人一票だと、まあ、税金取るってことになるわけです。議決のね、方法の仕方でどっちでも転ぶんですよ。だからここは絶対に貴族は譲れないですよね。なので、お互いがお互い言ってること平行線で全然解決しないんです。なので、もう腹が立ったので、第三身分の奴らとですね、あとは第三身分に理解のある第一身分、第二身分の奴らがテニスコートに集まりますね。で、テニスコートに集まって議会を作るんです。ね。これで国民議会設立ですよね。このね、集まったとこ、テニスコートだったので、球技場の誓いと言いますね。球技場の誓いで国民議会成立です。球技場の誓いはね、テニスコートの誓いでもいいですよ。ね。まあ、どっちでもいいです。で、この国民議会なんですが、国民議会の一番の目的は、憲法を制定することですので、この国民議会はですね、憲法制定議会と、まあ、名前を変えます。まあ、国民議会、括弧憲法制定議会って覚えておいた方がね、入試ではいいかなと思いますね。まあ、国民議会は憲法制定が、まあ、一番の目的ですから、憲法制定議会と、ね、自分たちのことを言います。ね。でね、まあ、憲法作ろうぜって言って国民議会が動き出すわけですよ。ね。でですね、結局ね、財政問題何もね、解決しないわけです。でね、ネッケルがね、結構頑張るんですよ。ネッケルが頑張って、この第一身分、第二身分にね、税金かける直前まで行くんです。ね。もう少しで、税金をかけられるってとこまで持っていくんですけど、やっぱし貴族たちが黙っちゃいない。あの手この手を使ってですね、ネッケルを罷免に追い込むんですね。そうするとさ、今まで頑張ってきたものが、なんか裏でこちょこちょやられて、ひっくり返されるわけですよ。これはもうね、普通にやってたら、まあ、全然拉致が開かないということになるので、1789年ですね、バスティーユ牢獄を襲撃に、行きます。パリの市民たちがね。パリの市民たちがバスティーユを襲い、ここからフランス革命がスタートします。1789年はね、覚えておくといいですよ。で、バスティーユ牢獄ね、ここ襲撃したのはね、ここにね、政治犯が多かったんですね。まあ、いろいろね、こう主張して、捕まった奴らが多かったので、ここをね、まあ落として、そいつらを解放しようとしますね。で、ここから、フランス革命が、スタートします。
さあ、バスティーユ牢獄を襲撃してですね、この後すぐにですね、封建的特権の廃止を決めます。まあ、封建的特権の廃止と人権宣言を発表しますね。まあ、それぞれね、生後問題のポイントがあるので、まあ、一個ずつね、押さえていきましょう。ね。封建的特権の廃止はね、これはもう生後のネタになりますから、必ず覚えます。人格的支配は無償廃止の無償チェックな。人格と無償をチェックです。封建的地代は有償廃止になりますね。地代と有償をチェックですね。これ必ずね、このね、無償か有償か、まあ無料か、ね、ただか、ね、それとも金がかかるか、ね、有料か、ね。ここをね、しっかり押さえてほしいんですね。で、人格的支配って何って聞かれたらね、具体的にはね、濃度制とか、領主裁判権のことを言います。ね。昔々はですね、濃度制があって、濃度と呼ばれてるんですね。農業奴隷のこと濃度って言いましたよね。で、彼らはね、まあ道具を持ってもいいし、家族を作ってもいいんだけど、まあ移動の自由がないとかさ。あとはなんかね、領主にね、ちょっと嫌われたらさ、領主が裁判してね、領主の気の向くままに判決を言い渡されたりするわけですよ。領主裁判権とかね。で、そういうものは即刻廃止です。ね。だから、あなたはもう濃度じゃない。ね。濃度で言ってはいけないとか、領主が裁判してはいけないってことは、すんなり決まります。ね。これは無償廃止です。ただし、このね、小作人たちがですね、独立するときは、まあ、それは、しかるべきお金を払いなさいと。ね。お金を払ったら、土地は買えるよってことね。なので、人格的支配の具体例はってきたら、濃度制とか領主裁判権。これらはただで廃止です。ただし、土地を欲しかったら金を払いなさいっていうのが、この段階の話ですね。でね、これさ、やるじゃない。すごくいいんだけど、こんなのさ、ね、濃度と言わない。すごくいいですよ。領主裁判権ね、なくす。とてもいいことです。ところがね、やっぱしね、土地は金出せっていうのは厳しいですよ。金持ってるやついないんだもん。だって、ね。フランスって来たらですね、ほら、第一身分、第二身分がね、第三身分から搾取しまくってますから、そりゃ金ないわって、ね。なかなかですね、こう自分たちの土地を持つことができないんです。あんまし経済的には変わらないってことですよね。さらにですね、人権宣言、ここも見ていきましょう。人権宣言はラファイエットが出します。人権宣言のね、ポイントはね、国民主権もそうなんですが、私有財産不可侵ね、ここをチェック入れてください。ね。財産権を認める。これはね、結構大きいんですよ。それまでさ、国がね、勝手に財産没収するなんてよくある話ですよ。ね。ところがですね、フランス人権宣言はそれを認めないと。ね。財産権を保障すると。結構画期的なので、ここはね、内容的に覚えておいてほしいです。さあ、そしたらね、こう、フランス革命が始まってですね、封建的特権を廃止しました。みんなはいいよね。国民議会の時の封建的特権の廃止ってきたら、人格的支配はただ。ね。封建的地代、封建地代は有料。ね。ここをしっかり覚えてください。で、あとはですね、ラファイエットの人権宣言ですね。これは財産権を認めていると。まあ、ここはね、しっかりね、覚えてほしいんです。で、結局ね、これ出したことは非常にいいことなんですが、経済状態は何も変わってないですよね。結局みんなは食うに困ってるわけですよ。ね。なかなか、食べるのも一苦労なわけです。でさ、こうね、国王が、まあ、食料とかを配給するんですけど、腐ってたりするんだよな。もう怒りね。もう爆発ですよ。そしたら、もうほんとさ、腹も減ってさ、食うものもなくてさ、ね、困ったから、じゃあちょっとベルサイユ行ってさ、文句の一つでも言ってやろうぜってことで、おばちゃんたちがですね、ベルサイユにまで行きます。で、デモやりますね。これがですね、ベルサイユ行進って言いますね。ベルサイユ宮殿はパリの郊外にありますよね。パリの郊外にあるので、ちょっと歩くんですよ。ね。ちょっとじゃないな。結構歩くんですよ。で、まあ結構歩いてですね、ベルサイユ宮殿の前で、パンよこせこの野郎とかって言って、ブー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 打たれるわけですね。で、それを見てですね、ね、当時のフランス王妃ね、マリー・アントワネットは、あいつらばっかじゃねえのとかっていうのね、パンよこせだってってね、パンがなきゃね、ケーキを食べればいいのにとかって言ったセリフは超有名な話ですよね。ケーキもね、小麦粉ですからね。まあ同じなんですけど、そんなこと言われたらさ、さらに神経逆なでですよね。もうデモがね、もう一気に盛り上がるわけですよ。で、ギャー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 ね、みんなが言うわけです。ね。さあ、このマリー・アントワネットすごいですよね。
もう神経逆なでさせるプロですからね。あれね、すごいですよ。さあさ、昔ね、マリアントワネットだったんじゃねえかって前世がね、って思うさ、女性がいてさ、まぁ、ちょっとね、こう夏の暑い時ですよ。ね、こう歩いてたらさ、喉乾いたっつうんだよ。ね、喉乾いたって言うからさ、まぁ、しょうがないからね。なんかじゃあ、まぁ、もうちょっとでな、店だからさ、我慢しろよって言ったらさ、いや、できないとかって言うんだよ。しょうがねえから、近くの自販機でね、こう、ジュースを買うわけです。ね、ジュースを買って、まぁ、一番ちっちゃいジュースを買うわけですが、まぁ、こう、飲むじゃない。ね、で、僕も買って僕も飲むわけですよ。そしたらさ、まぁ、まぁ、貧乏症なんだよ。僕がね、貧乏症なのは重々承知してるんですけど、でもな、こう、ジュース買ってあげたらな、まぁ、こう、一気にな、飲まなくてもさ、まぁ、ちょびちょびでもいいから、まぁ、全部飲み干すよな。まぁ、それが普通じゃない。ね。でもね、ほんとね、一口でいいらしいんだよ。で、一口飲んで、もういらないとか言うんだよ。いらないとかって言うんだよ。いや、そう、まあ、そうね、とか思いながら、こう、見ててね。でもまあ、ね、ちょっとちょびちょびでもいいからね、飲めばいいじゃんってさ、いらないとかって言うんだよ。で、それさ、カンカン照りでさ、ちょっと雨もね、全然降ってなくてさ、こうね、道端にさ、こう、花壇みたいなところがあってさ、花がさ、もうね、カンカン照りで疲れてるんだよ。その花を見てね。その女性が言うわけですよね。雨が降らないなら、オレンジジュースを飲めばいいじゃないとか言ってさ、オレンジジュースを花にね、かけるんですよ。お前ちょっと待てよって。それ良くないだろって。な、花ってオレンジジュースで育つのかってね、ちょっとね、疑問に思いましたけど、ね。いや、育つかもしんないけどね。どうなんだろうね。だけど、いやこれはちょっとね、すごいと思って、あ、前世はね、マリアントワネットだってね、思いましたけど、まあ、そのぐらいね、やっぱしね、神経逆なでするわけですよ。なので、まあね、みんなでね、ベルサイユ宮殿をこう囲んでデモしちゃうので、国王一家もね、やっぱちょっとね、そこは誠意ある態度を取らなきゃいけないですよね。で、このベルサイユ行進がきっかけで、国王一家はですね、テュイルリー宮殿に移り住みます。ね、テュイルリー宮殿はパリ市内にありますね。まあ、パリ郊外からパリに移ったってことです。そうするとさ、このテュイルリー宮殿に移るとさ、今度パリ市内ですから、めっちゃ近いんですよ。ベルサイユ宮殿は遠いからさ、みんながみんな行かないわけよ。ところがパリっていうのはすげえ近いですからね。もうパリ市内ですから。テュイルリー宮殿はパリにあるので、みんな近いんですね。だからこれはね、ね、ちょっとマリアントワネットを一目見ようとですね、みんなでこのテュイルリー宮殿の前を囲むんですよね。囲んで、もう24時間チェックしまくるわけですよ。ちょっとね、姿見えたら、あ、マリアントワネットだ、みたいな感じで、ギャー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 盛り上がるわけです。で、これにね、やっぱしストレス溜まるわな。だって周りにさ、常にフライデーの記者がいたらさ、それはね、ストレスも溜まるでしょって話になりますよ。で、この国王たちはですね、まあ困ったねって話になるんです。で、そんな時にですね、ミラボーっていう人がですね、死んじゃうんですね。で、このミラボーはですね、国民議会の中心人物なんですが、これ実はね、王様と裏で繋がってるんですよね。で、国民ね、議会の奴らがさ、王様なんてクソ野郎だって、あいつはとんでもないって、やっつけちゃおうぜって言うと、まあミラボーがね、まあまあまあって、王様は王様で大変なんだからとか言って、なだめるわけですよ。で、裏では国民議会の情報を、このミラボーが、まあ流してるわけです。だから国王派にとっては、国王側にとってはですね、このミラボーって存在いいですよね。まあ国民議会の中で、なだめてくれて、ね、しかも情報を教えてくれるから、国民議会の動きを把握できるわけです。ところがね、このね、スパイとして送り込んでるというか、まあ、スパイだったミラボーがですね、死んじゃうんだよね。だから国王どう？国民議会でなんか国王の悪口が出た時にさ、なだめる人がいないわけですよ。ね。しかも国民議会の動きが把握できない。全くね。これはね、相当厳しいですよ。ね、ストレスがただでさえ溜まってるのに、そういう不安がさらにね、付け足されるわけです。もう逃げようって。ね、マリアントワネットの実家のオーストリアに逃げようぜって言って、オーストリアに逃亡をね、試みる事件が発生します。ね、逃げ出すんですが、途中でね、バレンヌっていうところで捕まっちゃいます。で、これをですね、バレンヌ逃亡事件って言いますね。バレンヌ逃亡事件ね、このバレンヌのヌは、ね、否定ですか打ち消しですか違うね否定と打ち消し一緒だね否定ですか完了ですかって必ず聞かれますよね、これは完了ですよねバレンヌ事件で逃亡がバレたですよねくだらないねでねこのバレンヌ逃亡事件があってですねまあこれはね国王一家の信頼度大幅ダウンだよねだってさフランス国民を見捨ててですよ逃げるんですよ
これはね、相当ひどいですよ。そしたらね、過激な意見出てきますよね。あ、もう絶対ね、国王殺そうぜ。いや、国王はまあ、助けてやったとしても、マリー・アントワネットは絶対殺そうぜって話になって、なってくるわけじゃない？なので、これはやばいっていうことで、オーストリアのですね、レオポルト2世、まあ、マリー・アントワネットの兄ちゃんですが、マリー・アントワネットに手出すなよっていうことを、まあ、釘を刺します。で、これ、オーストリアとプロイセンがですね、ピルニッツ宣言という形で、発表しますね。ピルニッツ宣言はですね、まあ、フランスに釘を刺すと、ね、ちょっと、自重しろよっていうね、感じで、オーストリアがフランス革命に介入して。なので、ちょっとね、横につなげるとさ、オーストリアがピルニッツ宣言でフランス革命に干渉するので、この結果ですね、オーストリアは、第2回ポーランド分割に参加できませんでしたよね。第2回ポーランド分割に参加できなかったのはこれが原因です。フランス革命がね。ちょっと押さえておいてください。次。ね。国民議会のね、大きな目的は憲法を作ることでした。1791年憲法っていうのができますね。でこの1791年憲法を作ったことで、国民議会はお役御免。ね。国民議会の目的は果たしたので、この後、立法議会と名前を変えます。国民議会から立法議会ですよ。ね。で、ここでね、問題なんですね。この1791年憲法を作って立法議会に移っていくんですが、まあ、フィーアン派とジロンド派の対立が明確になってきます。フィーアン派はですね、王様はいてもいい。ね。王様はいてもいいんだけど、王様の力は憲法で制限をさせてもらいます。ね。いわゆる立憲君主を理想とするグループですね。で、ジロンド派は共和制ですよね。王様いらないと。ある程度選ばれた奴らで選挙をやって、みんなで話をしていく。で、そうやって決めていく。ね、物事をね。で、こういうのを共和制と言いましたよね。このフィーアン派とジロンド派の対立が、まあ、議会をやることによって明確になっていくわけです。でね、やっぱしバレンヌ逃亡事件が大きいですよ。これ、王様の信用度かなりダウンだもんね。なので、立法議会になるとですね、ジロンド派内閣が成立します。ジロンド派が主流になるんですね。ジロンド派内閣が成立したことによって、一気にオーストリアと対決をします。みんなはね、ジロンド派内閣が成立したことで、オーストリアに宣戦したと覚えてください。で、まあね、オーストリアとフランスが戦うんですが、連戦連敗なんですよ。まあ、勝てない。え、なんでかっていうとさ、国王がさ、フランス軍の情報をオーストリアに流してるんですよ。ひどいよね。どのぐらい人数がいて、どこにいて、どういうルートで行くとかさ、全部教えてるんですよ。だから、フランス負けるに決まってるじゃない。でね、あまりにも負けすぎてるので、これおかしいなーって思うんです。で、ひょっとしたら、国王が情報流してんじゃねえか。ね。まさかそんなことはないけど、情報流してるかもしんないよねって話になって、血気盛んな奴らがですね、テュイルリー宮殿を襲いに行きます。これがですね、8月10日事件って言いますね。8月10日事件って、テュイルリー宮殿を襲いに行きますよ。で、王様、ちょっとね、とっちめてね、尋問してみたら、やっぱし情報流されてるわけですよ。で、これで王権が停止です。ね、王権の停止地区な。で、これ王権の停止をして、で、これで情報が流れなくなりますから。これで五分と五分ですよ。で、最後っていうかね、一番のクライマックス、バルミーの戦いで義勇軍が勝利をします。バルミーの戦いめっちゃ大事。義勇軍をチェックです。ね。義勇軍っていうのは、まあ、自然と集まってきた奴らですね。自らの意志で立ち上がった兵士たちのことを義勇軍と言います。フランスはですね、滅亡の危機に瀕しているの分かりますよね。オーストリアに滅ぼされるかもしれないわけです。でね、その時にね、国民たちは思うわけですよ。やばいって。本当にフランスっていう国がなくなるかもしれないって。で、自分たちが国を守るために立ち上がるんだっていうことで、フランス人たちがナショナリズムに目覚めるんですよね。愛国心にね。で、フランス国民、がフランスを守らないでどうするっていうことで、みんなで、このね、義勇軍に加わっていくんです。で、ですね、
マルセイユから来たやつら、ね、マルセイユから来たやつらが口ずさんでた歌が何気にいい感じでした。ね、聞いてるとアドネラリン全開みたいな感じだったので、お、この歌いいよねって話になって、これが後のフランス国歌になります。ね、マルセイユ義勇兵が歌ってたのがですね、ラ・マルセイエーズって言いますね。ラ・マルセイエーズも書かせますから、ちょっとね、覚えておいてほしいと思います。でね、フランスのさ、国歌ってさ、こう、サッカーとかのね、試合とかあるとさ、国歌斉唱やるじゃない?で、たまにフランス国歌のさ、歌詞出るよね。いや、フランス国歌のね、歌詞相当すごいですよ。ね、こう、剣を取れとかさ、戦えとかね、突き進めとかね、なんかぶっ殺せみたいなね、なんかそんな感じでしょ?ね、あれはね、やっぱしね、アドラリン出ますよ。で、それでバルミの戦いに勝ちますから、フランス国歌っていうのはやっぱね、すごいですよ。ね。なので、フランス代表とかがさ、こう、フランス国歌歌いながら、超なんかね、集中していい感じでアドラリン出てる感じがありますよね。片や日本はどうですか?決めがよですよ。あれはアドラリン出ないだろう。ね、一応国歌斉唱するけどさ、あれなんかさ、ね、なんかこれから戦いに行く歌じゃないですよね。だって苔になりますからね。苔はダメでしょうって思うんだけど、まあまあそれもそれで一つの売りでしょうから、まあいいとしておきましょう。ね。なので、このね、順番ね、ジロンド派ができて、ね、ジロンド派内閣ができて、オーストリアと戦争になります。8月10日事件で王権が停止な。で、一番の盛り上がり、バルミの戦いですよ。これは義勇兵たちが活躍をしました。さあ、これをね、見てね、ある奴がびっくりしました。ね。それまで戦争っていうのは傭兵中心だったんですね。まあ、お金で雇われてる奴が多かったです。お金で雇われてるがゆえにですね、彼らはプロですよ。プロなのでスキルは高いんですけど、やっぱし命をかけて戦うということはしないですね。まあいいところで引いちゃうわけですね。だって命あってのお金ですからね。ところがですね、今回のフランスはですね、この義勇兵たち、国を守るために命をかけて、ね、まあ死を恐れずに突っ込んでくるわけです。当然彼らは戦いのスキルはね、弱いんですが、そこのね、覚悟の部分で、やっぱしね、強いんですよ。そういう捨て身の攻撃、これがね、一番強い。いい戦争ではね。で、これを見てですね、あるね、文豪がですね、ここから、そしてこの日から世界史の新しい歴史が始まると、ね、言った人がいます。この人、プロイセン軍としてこの戦いにね、従軍してましたよね。で、これがドイツの文豪、ゲーテですね。ゲーテと来たら、バルミーの戦いを見て、ね、世界史の新しい歴史が始まると言った人です。わかるよね?新しいですよね。ナショナリズムに目覚めた国民を彼は間近で 見ますからね。そりゃやっぱね、衝撃を受けたでしょうって話ね。さあ、フランス革命の前半ね、国民議会と立法議会について、ここまでね、整理をしとくといいでしょう。さあ、あとはね、ちょっと盲点を確認しておきますね。ですね、三部会に対してですね、特権身分を攻撃した人物がいます。第三身分とは何かという本が有名ですね。第三身分とは何か、すべてであると、ね、いう有名なセリフがあります。第三身分とは何かにチェックをして、これを見たらですね、書いた人はシェイエスになりますね。シェイエスね。シェイエスと来たら、第三身分とは何かという有名な本があります。次。ちょっと難しいんですが、国民議会の政策ね、ちょっと難関校は出てくるので、軽く覚えておきます。国民議会と来たらですね、アシニア紙幣を発行しました。アシニア紙幣、もしくはアシニア紙幣、まあどっちでもいいでしょう。ね。アシニア紙幣を発行。これはね、タレランが発案します。ね、タレランね。タレランはね、ウィーン会議の時に出てくるんですが、ここでもね、ちょっと出てきます、難関校ではね。アシニア紙幣を発行したのはタレランです。次。国民議会の時にギルドが廃止されます。ギルドって同業者組合のことですよね。同業者組合があると、新しい人たちがなかなかその業界に参入できません。で、健全な競争が失われるので、ギルドを廃止して、まあ、商工業の振興を図ります。どんどん新規参入してきて、で、健全な競争でお互い切磋琢磨してこうよってことにします。ギルドを廃止するのは非常にいいことなんですが、ただしね、労働者の団結はね、禁止するんですよ。労働者の団結を禁止した法律はですね、ル・シャプリエ法って言いますね。
ル・シャプリエ法は書き本では出ないんですが、これ内容で出てくるので注意です。ル・シャプリエ法で労働者の団結は禁止と覚えてください。労働者の団結禁止ね、ここにチェック。ね、ギルドは廃止するんだけど、ね、ギルドは廃止してね、健全な競争を認めるんだけれども、ただし労働者の団結は禁止です。ね、労働者の団結は禁止ね。最後、ね、ピルニッツ宣言出した人ね、覚えておきましょう。まあ、オーストリアの方だけでね、いいと思います。オーストリアはレオポルト2世ですね。で、プロイセンはフリードリヒ・ヴィルヘルム2世になります。これピルニッツ宣言出した人ね。まあ、レオポルト2世だけ覚えておけばいいと思いますね。で、最後ね、プラスアルファね、フランス革命に関連する人物、大体ね、出てくるんですが、ちょっと言ってなかったところね、カロンヌチェックです。カロンヌってきたらね、もう名司会で決まりです。名司会を開催した人誰？カロンヌね。名司会ってね、改革を志す奴らの集まりです。第一身分、第二身分のね。まあ、主に第二身分が中心なんですが、名司会ときたら、カロンヌであると。で、あとはね、ですね、だーって見ていって、マラーかな。ピットは後で出てくるので、マラーちょっとチェックですね。マラーは、この人は、ジロンド派の女性により殺されます。ちょっと後でまたやります。で、最後ね、順応主義をチェックしておきます。順応主義ってきたら、必ずケネーと経済表をチェックです。ケネーと経済表をチェックして、基本はほったらかしです。ね、ほったらかしね。で、当時ね、フランスってのは農業しか発達してないですから、まあ農業しかって変だね、農業が中心なので、まあまずは農業から自由にしていこうってことで、順応主義でいいと思いますよ。ね。ほったらかしがキーワードになります。